ジョセフ・ドルワンのジュブレ・シャンベルタン、プルミエ・クリメゾン、ジョセフ・ドルワンは、フランスのブルゴーニュに拠点を置く、ワイン生産業者。1880年に設立された。シャブリ、コート・ド・ニュイ、コート・ド・ボールのほか、アメリカ合衆国オレゴン州のウィラメット・バレーにも、ブドウ園を所有する。また、ブルゴーニュのほかの地域から収穫されたブドウによる、ワインも生産している。今日、 メゾン・ジョセフ・ドルーアンとドメーヌ・ドルーアン・オレゴンは、ジョセフ・ドルーアンの彦が所有、運営している、プリムム・ファミリエ・ビニのメンバーである。ボーヌ・クロデ・ムーシュ・ジョセフ・ドルーアンは、ブルゴーニュのコートド・ボーヌ地区、クロ、デ・ムーシュの畑で育ったブドウから生産されるワインである。クロデ・ムーシュは一級畑で、19世紀に、ドルーアンが購入した。生産色は赤及び白である。白ワインの方が、 赤ワインより若干値段が高い。フランスとカリフォルニアのワイン10種が対決したことで、知られるワインコンペティションパリスの審判において、ボーヌクロでムーシュドルーアンの1973年ヴィンテージは第5位の成績を収めた。1973年のニューヨークワインテイスティングでは、ドルーアンの1969年のヴィンテージがカリフォルニア産シャルドネ4銘柄に次ぐ、 第5位の成績を収めた。その他、1980年開催のワインコンペティション、グレート・シャルドネ・ショーダウンにも出場を果たしている。ドメーヌ・ドルーアン・オレゴンは、アメリカ合衆国オレゴン州にあるワイナリーで、ピノ・ノワールとシャルドネの生産で知られる。ウィラーメットバレーの内部、ダンディー氏のレッドヒルズに所在する。1988年に1000万ベドルを費やして、 メゾン・ジョセフ・ドルーアンが設立したベロニク・ドルーアンがワインメーカーを務めるドメーヌ・ドルーアン・オレゴンは1979年から1980年にかけて開催されたパリワインオリンピックの結果が元になって誕生した経緯があるパリワインオリンピックにおいてデイビッド・レッドが運営するオレゴン州の地アイリー・ビニアーズが1959年産のドルーアンのワインに次ぐ 第2位を獲得した。1960年代からオレゴンをたびたび訪問していたロベールドルーアンは、このことをアデルスハイムワイナリーの運営者、デイビッド・アデルスハイムから知らされると、オレゴン州に土地を購入するに至った。ありがとうございます。